おや？お前さん寝ぼけた顔してどうしたい？まるであの世でも見てきたみたいな顔じゃないか。今日は秋学期の締めくくりの日じゃ。最後に大ポカやらかさんように気を引き締めていくんじゃぞ。そうだ、明日から学園はウィンターホリデーだ。君らはどうやって過ごすのか決めたのかい？ん？ウィンターホリデーって何なんだぞ？冬の長期休暇のことさ。ほとんどの生徒は実家に戻って年越しを家族と祝うんだ。ごちそうを囲んでね。ほな、ごちそう？そうとも、ローストターキーにケーキにジンジャーブレッドハウス。ま、わしらは食べられんがの。ゴーストの中にもあの世へ戻って家族と過ごすやつもいるぜ。そのままこっちに戻ってこないやつもいるけどな。ごちそうを食べながら家族と過ごす。俺様の家族？よく覚えてねえんだぞ。気がついたら一人で腹減らしてた気がする。すげえ寒くてずっと誰かが迎えに来るのを待ってたような。それでその後どうしたんだっけ？よく思い出せねえな。ま、俺様は過去は振り返らねえ主義なんだぞ。過去より未来。何せもうすぐリッチな大魔法師になるんだからな。クリボンも苦労してたんだな。今年のホリデーはわしらと暖炉を囲んで過ごそうじゃないか。にゃっはー、ごちそうが食える。ホリデーが楽しみなんだぞ。いいか子犬ども、明日からのホリデーバケーション、久々にハウスに戻れてはしゃぐ気持ちはわかる。だがはしゃぐあまりに宿題を忘れて遊びほうけるやつが毎年いる。そういう子犬にはきついお仕置きが待ってるからな。気を抜きすぎないように、一時帰宅には闇の鏡の使用が許可されている。荷物をまとめたら各自鏡の前へ行くように。はーい。あ、そうそうそう。あー、やっと窮屈な寮生活から解放される。さすがナイトレイブンカレッジ、宿題の量が多いな。そういや監督生ってまだ元の世界に戻る方法見つかってないんだろ？ということは二人ともホリデーは寮で過ごすのか？うん、ゴーストたちとごちそうを食べまくる約束してるんだぞ。なるほどね。確かに学園にはゴーストがたくさんいるし、二人ぼっちってわけでもないか。ん？でも学園が休みになるということは食堂や購買部も休みになるんじゃないか？ふな、そういやそうなんだぞ。俺様のごちそうはどうやって調達すりゃいいんだ？早急に学園長に確認してみる必要がありそうだな。闇の鏡の使用は学園長の許可がいるはずだし、今なら鏡の間にいるんじゃね？行ってみようぜ。